暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。私は今日は長崎の地元のこの宗教者たちの平和への連帯をお話ししたいと思います。私は前にもお話ししたことがあると思うんですが、長崎県宗教者懇話会といういろんな宗教の方々ですね、神仏鬼と普通呼ぶんですが、神道、仏教、キリスト教、伝統宗教の3つ、それに新宗教の皆さん方ですね、仏教系あるいは神道系の新しい宗教の皆さんも含みます。で、この私たちの長崎県宗教者懇話会も、バチカン公会議が終わったあと60年代の終わりに、結成しました。だから35年を過ぎて40年近くになろうとしております。実はここに1枚持ってまいりましたが、これは私たちが毎年一番こう中心的な行事として位置づけております平和の祈りの夕べ、長崎原爆殉難者慰霊祭と呼ぶものでございます。8月8日原爆投下の記念日の前夜祭として行うわけですね。宗教宗派を超えて市民の皆様と共に原爆慰霊者を追悼し、二度と繰り返さない平和建設への、ね、誓いを新たにする日でもございます。宗教者の企画によって1時間にわたる慰霊式典を一つ一つのパートとそれぞれの宗教が自分のやり方でやっていただくというような形でプログラムを組んでいるわけです。まあ、今年はどのような内容だったか、一例をご紹介してみたいと思います。7時から始まりますから周りがだんだん暗くなってきます。で、1000個に及ぶキャンドルが炸裂記念の標識の柱の周りにずっと円形に並べられていって、柱の前には簡単な祭壇が置かれまして、ろうそくの光も闇が進むに従ってきれいに浮かんでくる。開式に先立って静かな音楽が夜の公園をこう包む。人々も大体集まってくる。天理教長崎教区雅楽部の皆さんが奏でてくださるんですね。そして開式の言葉が述べられ、オープニングの賛美歌を歌うのは長崎カトリック合唱団、お寺さんをルンビニーコーラス、それから PL 教団コーラス、この3コーラスが一緒に集まって、グレゴリオ聖歌も皆さん一緒に練習してお歌いになる。私たちも物産歌の三騎絵などカトリックの合唱団も一緒に練習して歌うというようなことですね。そして数曲歌って、雰囲気を整えますと、今度は懸垂の儀が行われるんですね。これは神様に捧げる水でもあると同時に、亡くなられた方、特に原爆で亡くなられた方々が水をください水をくださいね水をくれと叫びながら死んでいかれたんですね。そういう方々に水を当てる。これは遠い山の奥まで行ってきれいな石清水を汲んでおいでになったりなさいますが、今年の場合このやり方もそれぞれの宗教で年を変えて交代でやるんですが、今年はその大博州の興福寺というお寺の住職さんがなさると。その次に今度はお清めの儀、祭りの場を清める、同時に心も清めるというような意味があってする儀式ですが、これは長崎諏訪神社、その神職の方によってなされる。それから平和の灯火が祭壇の周りにずっと置かれるんですね。それは
新宗教連合の長崎県協議会青年部の人たちですね、高校生たちが整然と並んで灯火を持って周りに置いていく。それからいよいよ慰霊の言葉が述べられるわけですが、今年は特別な来賓が見えました。いわゆるその諸宗教運動の先駆けとして世界の宗教界に呼びかけたバチカンからですね、ローマ教皇の代理教皇庁諸宗教対話評議会議長ジャン・ルイ・トーランス司教の出番になりました。で、トーランス司教は慰霊の言葉というよりも英文で短いお祈りをなさったんですね、いくつか。それを長崎大司教の高見大司教が日本語で反復するというやり方でお捧げになりました。で、こういうお祈りをなさいました。憐れみ深い神よ、あなたは全人類が平和のうちに過ごすことを望まれます。あなたは私たちの友愛と連帯の源です。あなたが与えてくださった豊かな恵みに感謝します。私たちはしばしばあなたの愛と憐れみにふさわしいものでないからです。あなたの許しを慎んで願います。私たちは平和と和解に対して罪を犯したからです。人格の尊厳を軽んじたからです。あなたに感謝します。あなたは私たちの平和への望みをかきたててくださったからです。こうしてあなたは憎しみよりも愛を、不信よりも理解を、無関心よりも連帯を優先させてくださいました。愛に満ちた神よ、あなたに祈り求めます。誰であれ、またどこにいる人であれ、兄弟姉妹に対する尊敬と憐れむ思いによって私たちの精神と心を満たしてください。主なる神よ、1945年8月9日の朝死んでいった人々、またその遺族に慰めをお与えください。現代の老若男女のすべての人々、特に神仏を信じる人々に和解と正義、平和と愛の心を抱かせてください。そしてあなたの皆が栄光に満たされますように。まあ、この慰霊の言葉に変えて、そういう慰霊と平和の、まあ、お祈りを捧げてくださいました。その後大事な全員黙祷が行われて、この式場は非常に静かな祈りの雰囲気に包まれるんですね。今度は浦安の舞ですね。これは神社の巫女さんが踊る、ね、浦安の舞、巫女によって雅楽の調べでね、舞を奉納して世の平和を願うということ。それから、まあ、いろんな伝聞、伝法の慰霊伝聞が読み上げられ、最後に、締めくくりの献花が行われますね。主催者の主宗教者、それから来賓、まあ、そういう関係の方、その間三合唱団によるキリスト教の賛美歌、あるいは仏教の賛美歌などが演奏されます。そして今年は一番最後に参加者もみんな歌えるように、長崎の鐘の合同、ね、合唱団と参加者全部が大合唱をして終わり、で全ての参加者たちがその後自由に献花をするということですね。その間また天理教の雅楽部が献花が終わるまで静かに雅楽の演奏をしてくれます。一昨年とその前の年は一人の特別なゲストも申し込んできてくれました。それは新しい歌ができたので、プロダクションと歌手ですが私のところに参りまして、祈りの祭典があっているということで、もしよかったら心を込めてこの新曲を歌いたいと思いますと、奉納したいと思いますと、
この宗教者の儀式の中でそれを歌わせてもらうことはできませんかということで、実はそれが秋川雅史さんの千の風になってでした。これはオープンで歌うのはそこが初めてでしたね。そしてこれは余談かもしれませんが、その年の12月 の、 NHK 紅白歌合戦にデビューしました。そしたらそういうね幸運な道が開けたのも皆さん方のおかげです。で4年また自分から進んでですね感謝のために歌わせてくれということで2年続けて献花としてですね、献花というのは花の方と歌の方がありまして、その歌を捧げる方の献花とその後に続くね一般のお花を捧げる献花とを、一緒に取り入れた儀式になりました。皆さんね、私たち宗教者も本当に、こういうことだけでなくていろんな子どもの悲惨な事件が起こって、子どもが子どもを誘拐して高いところから殺したということも長崎でも起こってますし、ご存知のように2人の市長が相次いで銃撃されるというようなこともありましたし、その都度私たちは宗教者で現場で行ってにですね法要を営むなどのこともやっております。で本当に少しずつ人々の心にそういう命の尊さだとか平和の大切さだとかそういうことの理解がもっと深まっていくようにと日夜は努力をしております。皆さん方もどうぞ私たちの運動に、ご賛同いただいて、できることにはご参加くださって、ご協力を賜りたいと切に、お願いいたしたいと思います。愛に満ちた神よ、あなたに祈り求めます。誰であれ、またどこにいる人であれ、兄弟姉妹に対する尊敬と憐れむ思いによって、私たちの精神と心を満たしてください。ローマ教皇代理トーラン枢機卿の異例の言葉より。